エヴァンゲリオンいました。今日は渦政映画村に行ってきます。行くぞ。さあ、映画村見えてきました。でかいね。天気もいいし、ちょっと人もそれなりにいるかもですね。おお、仮面ライダー、仮面ライダー、おお、ゼロワン、いいね、いいよ、すごいね。このこれかっこいいね。家の壁これにしたい。お願いします。はい、チーズ。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。昔の街並みです。なんか撮影準備中って書いてある。撮影をしてるな。なんかこの橋渡るべからだけど通れないね。そもそも通られへん。これ何これ、レーザーミッション脱出の館。今これこの脱出の館に行ってみます。結構難しかったな。レーザーに当たりまくってしまった。思いのほか当たってしまった。さあ次は別のとこ行こう。でも、ね、分かりやすい忍者だから。すぐ捕まってまう。なんか街の作りがこう込み入ってるね。ありがとうございます。ここは遊郭か。魚いいんだよ。魚がいた。うまい。ちゃんと魚が、鯉がいる。なんか餌を求めてる。ここがほら、ここがワニがいるところや。出た、出ました。おい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 、ウーマは発見しちゃったよこれ。めっちゃ吹いてんで、ね、え、いや偽物だよこれ。本物と思った？いや、こんな風だったよ。恐竜な。恐竜。ああ、いなくなりました。あ、ほらここ忍者がいっぱい。あそこにエヴァンゲリオンが見える。ちょっとエヴァンゲリオン行ってみようですね。こんなところにシンジ君たちがいらっしゃるじゃございませんか。エヴァンゲリオンいました。いやー、エヴァンゲリオンすごいじゃんこれ。はい、行こうか。し、握って。
ET フィールド腰焼けてる。お疲れ様。あなたの新技術発表。ネバに乗るだけが人生じゃないわ。先にこっち行ってみようよ。忍者、カラクリ忍者屋敷。カラクリ忍者屋敷難しかったな。難しかった。あっちあるよ、あっち。カラクリ忍者屋敷はなかなか面白かったね。刀でこう、ここだっけ？行きたいって言った場所。違うよね。じゃーん。刀でこう行ってきました。刀がね、これもらえるんですよね。でかっ。でかっ。ここらしいよ。立体迷路。で、ここ行きましょうか。立体迷路の。行くぞ。立体迷宮忍者の砦は、トータルで20分弱。下忍。下忍です。三男は今一人で2回目の挑戦に行きました。何分で帰ってくるのかな。ヒラメイレッドがいます。前回じゃ派手やな。すごい、めっちゃレッド、めちゃめちゃレッド、すげえ、みんなレッドだよ。バトルフィーバー J、 やっぱ古いやつはちょっと異色な感じがする。お土産買って帰る？どうする？